8月3日に開幕した金沢ユースサッカー大会。基本的には3年生のトップチームの大会だが、相生学院は同時期にフットサルの全国大会があったため、本大会には2年生と1年生で臨むことになった。金沢ユースサッカーは毎年全国から強豪48チームが集まり、優勝を目指す大会だ。予選リーグ初戦は桐生第一、7月に全国大会出場を決めたニューバランスチャンピオンシップの決勝戦でスタメン落ちした慎太郎はこの試合も出番がなく、チームも0対3で敗退。続く第2戦、相手は駒沢大高校。今年のインターハイ予選決勝で帝京に惜しくも敗れたこの強豪校との試合で、先発に抜擢された慎太郎が輝きを放つ。まあ、ここで絶対結果を残してやるっていう気持ちで、まあ、試合に臨んで、まあ、結果最終的に2点取って、自分の、まあ、ゴールでチームを勝たせられて、まあ、すごく良かったですし、まあ、相手も、東京の、決勝まで、まあ、行ったチームで、まあ、すごいいいチームだったんですけど、自分の良さを、存分に発揮して、まあ、得点シーン以外にもいいプレーがたくさんあったので、まあ、このプレーを基準にしてやっていって、
今大会はもっと他の試合でもチームを勝たせられるように頑張ります。大会2日目は雷雨のため3日目に繰り越し、予選リーグ最終戦、相手は京都共栄。おととい活躍した慎太郎はこの試合も先発した。スタメンで出してもらったんですけど、開始10分で、相手が、ボカ蹴りをしてくる中で、変えられてしまって、そんなに悪くはなかったとは言われたんですけど、相手がボカ蹴りでフィジカルサッカーをしてくる中でも、変えられないようなぐらいの信頼だったり、フィジカルが足りなくても他の部分で圧倒的なプレーをできたら変えられていないと思うので、フィジカルは、改善していきながら、フィジカル関係なく圧倒的なプレーができるように、これからやっていければと思います。大会4日目、順位決定トーナメント。相手は名古屋高校。この試合も慎太郎は先発出場。今日の、試合も開始10分で変えられてしまって、監督に言われたのは、ビルドアップがうまくいかないから裏にボール蹴るから変えたとは言われたんですけど、ビルドアップがうまくいかない中でも自分が、自分の動きだったり、一つ一つのプレーのクオリティでビルドアップがうまくいかせられるぐらいの、あとはコーチングで味方を動かす部分だったり、もっとできた部分はあると思うので、自分の良さをもっと活かせるような、プレーをできたら変えられてないと思うんで、しっかり自分に指先向けて、悪くはなかったとは言われたんですけど、変えられてるのは、事実なので、そこにしっかり向き合って、今後はやっていければと思います。で、その後の練習試合は、5対4で負けて、プレスを、前からかけたときに、相手に簡単に剥がされて、味方がうまく、ハイプレスを、かけれてなかったので、しっかりコーチングはしたんですけど、改善できなくて、そのまま、相手の好きなようにやられてしまって、もっとコーチングの仕方を工夫するだったり、試合中で伝わらなかった部分は、その後のフリータイムでしっかり話し合ってコミュニケーション取って、プレスのかけ方だったりっていうのをチームとして再確認したら、次はこんな問題は起きないと思うので、そこをしっかりやって、自分がもっと、いいプレーを出しやすいような環境を作るために普段からやっていきたいと思います。大会最終日、慎太郎はセカンドチームのメンバーとして国士舘戦に先発出場。0対5で敗れる。その後スタメン組は群馬県 U16 選抜との試合で2対2と熱戦の末 PK 戦で敗退。開始30秒ぐらいで失点して、そこから立て続けに失点して、最終的には、0対5で負けて、個人的には何回かいいプレーもあったんですけど、相手に支配されている中で流れを変えるだったり、もっと味方を動かして試合を落ち着かせることだったりっていうのができなかったんで、そこの課題にはしっかり向き合ってやっていければと思います。前回の大会で失った先発のポジションを駒澤大高校戦の大活躍で奪い返した慎太郎。しかしその後はまたしてもフィジカル的な問題で、最終戦ではスタメン落ちしてしまうこととなった。で、今大会は、初戦は負けてしまって、その後、次の試合は自分に出させてもらって、そこで、すごく、いいプレーができてチームを勝たせられて、そこはすごい良かったんですけど、その後は、開始10分で変えられる試合が続いたり、
まあ、課題も、はっきり見えたんで、まあ、通用した部分はもっと、伸ばしていって、課題はこれからの、まあ、オフに入るので、そこの期間で改善しながら、まあ、オフ明けからしっかりいいパフォーマンス見せて、ニューバランスの全国大会までにスタメンになれるように頑張ります。